キリカさんたちの話が作戦前だし。しかし誰もいねえな。大陸横断鉄道が止まってるなら仕方ねえか。そうね、鉄道公社の人や帝国、共和国の臨検官も国外退去させられたみたいだし。キリカさんとレクターさんは3番ホームの列車でしたね。ああ、ホームに降りてみよう。しかし、人がいないホームってのは、なんとも物悲しいもんだよな。横断鉄道の列車も、ずっと停車したままみたいです。そうね。3番ホームの列車というと、あちらかしら。ああ、あの列車の前から2番目の車両だったね。向こうにある連絡橋から渡れそうです。よし、行ってみよう。3番ホーム、2番車両。しかも鍵がかかっていない。どうする？来たわね。いや、久しぶりだな。ご無沙汰しています。なるほど、列車の通信機から支援課の車に連絡したんですね。ご明察。改めて見るとそうそうたる顔ぶれね。聖杯のドミニオンと伝説の教主が一緒なんて。当然僕の背景くらいそろそろ掴んでいるか。まさかあなた方がクロスベルに残っているとは思っていませんでした。あれからずっとこの町に。ああ、調べることがいろいろとあったからな。だがこれでようやくエレボニアに帰れそうだぜ。調べること。ちなみに俺たち以外にもリベールの関係者が動いてるんだが、ひょっとして知ってるか？ああ、R&A リサーチのレインズさんですね。もしかして彼とも協力を？ええ、この件に関してはお互い情報交換をしているわね。民間の調査会社にしては優秀な情報も持っているし。ま、民間だと人手不足だろうから各地に人を回しきれないで苦労してんだろうけどな。それはともかく、あんたのボスが撃たれて行方不明なんだろう。こんなところで油売ってていいのかよ。ああ、ギリアスのおっさんのことか。俺が急いで帰ったところで助けられるわけでもないしな。それにあのおっさんにしてみりゃ自分のこともクロスベルのことも
想定してた局面のうちだろうし。想定していたって自分が撃たれること。クロスビルのことというのは今回の事件のことですよね。あのおっさんにとって全ては遊戯盤の駒だからな。クロスベルが司法を手に入れて独立どころか大陸全土の支配を目論もうとしていること、帝国軍が返り討ちにあった隙に貴族勢力が帝都を占領したこと、その結果自分が撃たれて兵士の重傷を負ったことによって泥沼の内戦が始まったこと、にもかかわらずクロスベルという不可侵の壁ができたことによって共和国の侵攻を食い止められていること、あのおっさんにとっては全て想定していた展開だろうさ。そんな化け物だね本当に。にわかにはちょっと信じがたいですね。まあ結社も帝国方面で動き出しているみたいだけど、本当に恐ろしいのは鉄血宰相かもしれないわね。己すらも駒として利用し荒ぶる激動の時代を作り出す、まさに傑物、いいえ怪物だわ。やばいおっさんだとは思ったが、まさにそこまでとは。ピーター大統領はそのことに気づいているんですか。さてどうなのかしら。こう言ってはなんだけど、ディーター・クロイスという人物はパフォーマンスは超一流だわ。でも実際の政治家としてはやや疑問を感じざるを得ないわね。経営者としての観点からしか政治を動かしていないという意味。それはまああくまで根は銀行家なのでしょう。クロイス家の使命にしても娘の方に任せきりのようだし。それはご存知でしたか。ま、こっちにはこっちの情報ソースがあるんでね。あんたらがあのオークションで保護したちびっこ、あの子が核となって司法が誕生した経緯はおおよそ掴んでいる。やれやれ、世俗の勢力がそこまで掴んでいるとはね。誤解してほしくないけど、私にしてもそこの彼にしてもあくまで情報畑の人間よ。個人的な一存で司法をどうこうしようとか考えているわけではないわ。ただ大陸全土を混乱に陥れるきっかけとなったこの事件、その絵を描いた真のフィクサーが誰なのかが知りたいだけなの。真のフィクサー。先ほど言ったようにディーター大統領はあくまで経営者としての側面が強すぎるわ。マリアベル城もそこ知れないけど政治面よりは魔導技術方面を一手に引き受けているみたいだし、かといって風の牽制は黒幕というにはあまりに自戒的でストイックすぎるでしょう。ゲリアスのおっさんにしても結社にしてもクロスベルの状況を利用したり利害の一致で協力はしたが、主体的に行動してるわけじゃない。誰かいるはずなんだ。政治、経済、歴史、国際情勢、クロイス家や DG 教団、結社の動きに至る、全てに通じた上で各方面に働きかけながらここまでの絵を描いたやつ。おい、マジかよ。少々陰謀論じみているような気もしますが、確かにパズルのピースが足りないような気はします。まさか。まあそのあたりの確認ができないかと思ったんだけど、あなたたちにも確証はなさそうだし、
この程度にしておきましょう。時間もないし、もう一つの要件に入らせてもらうわね。もう一つの要件？うん、簡単なことだ。オルキスタワー攻略作戦、手伝ってやろうと思ってな。え？おいおい、いきなりすぎんだろ。事件の概要が分かった以上、クロスベルにとどまる必要はないのだけど。このまま去るというのも少しばかり寝覚めが悪いから。今後クロスベルがどうなるかあなたたち次第でしょうけど、慢性的な膠着状態に陥られてもこちらとしては困るのよ。ポムットだってクリア直前に放り投げるのは気持ち悪いしな。ま、それと同じってことだ。同じと言われても、というかいつの間にポムットのアカウントを入手してるんですか。でもまあ、戦力が増えたら作戦の成功率も上がりそうだね。課長さんに相談してもいいかもしれませんね。わかりました。こちらの拠点に案内するので、俺たちについてきてください。させてもらうかね。頃合いか。特務支援課、突入。道は開いた。あとはお前たちに任せる。了解。
表面走行 70% 破損。これ以上は持ちません。敵アイオンさらに加速。まずいな、こうなったらあれを使うしかないか。クラーム鏡、まさか。待って、いきなりすぎる。ここで踏ん張れへんように名を継いだ姉さんに顔向けでき、みんなサポートしてくれ。承知しました。モードスティグマを起動。ケビン、リス、心配すな、お前の仕事や。敵の捕捉は任したで。分かった。我が深淵にてきらめく青の刻印を、天に昇りて煉獄を照らす光の柱と化せ。メルカバの全動力を収束。スティグマパターンを認識、外部への展開を開始します。敵アイオン変形、手法を展開して突っ込んでくる。ドミニオン第5位、千の守り手が命ずる。聖魂砲メギデルス展開。エステルとユシアだって